残念ながら我々の負けだ。敵はすでに我らの本拠地ドラゴンズホールに乗り込み、我らの主竜帝様を暗殺した。もはや戦う理由もなくなった。グレンの魔導士もまるで赤子の手をひねるように敵の前に敗れ去ったのだ。私も間もなく消滅する。私は一度死んだ人間、竜帝様の魔力によって動いていたのだ。待って、敵って誰、誰がフェアリーさらった、教えろ。雷神、さあ先を急ごう。ビジュ、フェアリーをさらったのは貴様か。何もかも終わってしまった。もはや黒の貴公子様は二度と帰らぬ。我らの主、黒の貴公子様は聖域への扉を開くため、魔界にあった闇のマナストーンを古代呪法により命と引き換えにして現世と召喚したのだ。その後お前の持っているそのマナの剣で復活され、世界全体を魔界に変えるはずだったのだ。だが我らの前に思わぬ敵が現れた。そいつは復活を待たれていた黒の貴公子様の遺体を消去し、魂を永遠の闇へと封じ込めてしまったのだ。もはやマナの剣でもどうにもならぬ。私たちの乾杯だ。そこの邪眼の伯爵は自分たちだけででもマナの剣を手に入れて世界を魔界に変えようと考えていたようだが、私は黒の貴公子様のいない世界など考えられない。負け犬がいつまでも無様に抗って黒の貴公子様の死を汚すことは私が許さない。だからこの手で邪眼の伯爵を殺したのさ。これから私も黒の貴公子様の後を追う。さらばだ、黒の貴公子様が私の全てだった。イーグルの仇だった美獣が。だがこれで終わったわけじゃない。美獣が言っていた敵、そいつらを倒さない限りこれからもたくさんの人がイーグルのように殺されていく。たとえ相手が美獣じゃなくなっても俺はみんなと一緒に行くよ。イーグルもきっとそれを望んでいるはずさ。イーグル、天国で見ててくれよ。フェアリーを返してほしくばビースト城まで来なさいよ。獣人王ちゃんとお前たちが来るのを待ってるわよ。なんだって、な、待て、なんて卑怯なやつ。くそ、あいつらきっとマナの剣を抜けなかったのよ。だからあんたが抜くのを待ってフェアリーをさらったのね。最低。どうする、どう考えてもこいつは罠だ。分かってる、でも行かなきゃ。たとえ罠だと分かっていてもオイラフェアリーを見捨てるなんてできない。ビースト城には獣人王もいる。
でもオイラもう逃げない。死を喰らう男も獣人王も必ず倒してフェアリーを助けるんだ。フェアリー危ない、急ごう。死を喰らう男、フェアリーに何かあったらただじゃおかないから。耐えた。後悔しろ、俺たちと出会った。あー、走る。逃がしはしない。決まったね。すぐに助けに行くからね。みんな、行くよ。えい。当然だ。さらに戦いのコツをつかんだぜ。敵が道を塞いだか。どうだ。すぐに倒して先に進むぞ。相手が悪かったな。どうだ。よし、どうだ。あら、もう終わり？あっけなかったわね。敵が道を塞いだか。どうだ。すぐに倒して先に進むぞ。どけなさい。よくだ。まだまだね。どうだ。そこだ。さらに戦いのコツをつかんだぜ。邪魔者、急いで倒してもらえたに行こう。やっ、どうだ。こんなもの、よし、こんなもの、やった、やった、それ急いで進もう。
をつけて。ホーリーボール。まだまだ。ダリューザ、そこだ。せや、今ならどんな敵。堅実に貯めていこう。邪魔者、急いで行こう。さらに戦いのコツを掴んだぜ。よっ。敵が道を塞いだから、すぐに倒して先に進むぞ。このそこだ。いつまでフェアリーが。遅かったね、このグゼ。さあ、フェアリーの命を助けたければ、そのマナの剣をこちらに渡してもらおうかね。卑怯な獣人よ。それでも王なのか。くだらん。貴様らの猿芝居には付き合ってはおれん。勝手にやっておれ。待て、獣人よ。逃げるのか。はっ、剣さえ手に入れば獣人どもにはもう用はない。そっちこそ勝手にすればいいざます。まったく獣人王もバカだね。こんなに素晴らしいマナの剣に興味がないなんて。さあ、フェアリーを助けたければさっさとその剣をおよこし。
少しでも動いたらフェアリーの命私がいただいちゃうよ。うひっ、やった、これがマナの剣。うわっ、なんざま、うわっ、どうだ、お前らみたいな邪悪な心の持ち主、剣が持ち主として認めるわけない。マナの剣、オイランだ。マナの剣は使い手の心を映す鏡。使い手によって光の剣にも闇の剣にもなりうる。光と闇は表裏一体、常に光が正しいとは限らぬ。私はウェンデルの光の司祭様に神官としてお仕えしてきたが、光の力では救うことのできない闇の世界の深い苦しみや悲しみ、憎しみがあるのだ。人は生き続けることによって苦しみ悲しむ。マナの剣は我が仮面の同志様の御手によって世界に死をもたらし、人々を生の苦しみから解放する剣となる。やった、これでマナの剣は私たちミラージュパレスのものに。そんな、もう時間がない。マナの剣を使い各地のマナストーンから神獣を解放するのだ。私は先に戻って仮面の同士に報告を。よしよしよし、まもなく神獣たちがよみがえり、世界中の人々が死ぬ。見渡す限り死者の魂だらけ。まさに魂の食べ放題。今からよだれが止まりません。今のうちにできるだけ腹を減らしておかないと、とても食べきれませんからね。あんたたちの魂はそれまでお預けにしておこうかね。それでは皆さん、ご機嫌。するな、お前のせいじゃない。それより奴ら剣を奪って神獣を復活させる気らしい。オイラたちどうすりゃいい。大変よ、もう始まってしまった。あなたに戻ってマナストーンの様子を見せてあげる。目を閉じて。望みがあるよ。行きましょう。